すみません、選手4人に伺いたいんですけども、来年マサト選手いないんですけども、僕がマックスを引っ張るっていう人がいれば、その気持ちを聞かせてください。とりあえず、まあ、ダイナマイトは、まあ、アニソン三昧の復活を願うばかりです。とりあえず、まあ、マサさんが引退されて、まあ、僕は僕なりに別にマサさんのポジションになりたいと思わないし、マサさんがしてることをしようとも思いません。まあ、自分は自分なんで、つまりアニメ不況です。だから K1 でアニメを広めます、コスプレも広めます。それだけです。続いてはどなたに聞きましょうか。日向選手。来年は本当に実力社会になっていくと思うんで、結果を出せば上に上がれるし、負ければ下がると思うんで、これしっかり結果を出して今後何年間も引っ張っていけるように頑張ります。では小比類巻選手。そうですね、日向選手が言ったように、結局は、実力がないと何の意味もないんで、世界に立てる人間、世界を取れる人間だけがその資格を持ってると思ってるんで頑張ります。では最後に渡辺和久選手。僕はまあ本当ここ真面目にみんなが言ってるのは全て正しいと思って、オツ君が言ったその、ね、自分の役目みたいなのあるじゃないですか。それはやっぱ大事だと思うんですよ。俺もそういうつもりでこの舞台、この K1 出れてると思ってるんで、やっぱ自分のそのカラーが出れば、うん、すごい、うんね、100% 出せれば、うん、すごい、うん、やっぱ評価されるし、逆に実力者が、実力、うん、それで、ね、強い人もやっぱみんな強い人を見たいと思うんですよ。でもなんか正直やっぱりなんでも、まあ、僕正直マサダさん見てて不動のチャンピオンだと思ってるんですね今。やっぱそういう選手がまたマサダさんが抜けたら出ないといけないと思うんですよ。だから、まあ、俺もそうですけど、まあ、みんなでそういう、ね、あれを目指して、まあ、来年からまたやっていけばいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、弟の健吾選手が、ボクシングの方で活躍されているということですけども、何かそういう弟さんの活躍に刺激されている部分というのは何かありますか。まあ、弟が今、関西の新人王で、優勝して次勝って関東の選手と、全日本新人王の決勝に当たるわけなんですが、まあ、正直、まあ、まず嬉しいですね。自分が K1 に出て、まあ、メディアに出ることで、まあ、自分の弟がそういうことで感化されてボクシングもっと頑張ろうというふうに思ってくれてるんで、自分は、次は自分ですね、弟が新人王でチャンピオンになって、で自分が今回試合で勝つと、まあ、すごい影響というか感化されてます。頑張ろうという気に、まあ、負けてたまるかと弟に、まあ、自演をつは譲られんよという感じですね。同じリングに立ったらどちらが強いっていうのは、兄弟喧嘩やったら勝ちましたよ